こういう時に何をするか皆さん期待してると思います。なるほど、インパクトな男、藤井リーファーとインパクトのある空振り三振になっちゃいましたか。予想通りですね。予想通りですよ。予想通りですか。三振だけはいけない場面ですよ先輩。三振だけはさあどうぞご注目ください。そしてこの男、次のバッターに注目、長谷川さん。ショーチームバッターは小笠原道博。切ってきました。バッターは小笠原、背番号33。今バックネット裏、本物の小笠原二軍監督に軽く挨拶をしました。ありましたね。さあこのあたりは小笠原二軍監督に伺いましょう。バッターいかがですかこの動き。昨年よりねだいぶ細かいところまでやってますね。腕上げてきましたか。見送りました。見送り方も小笠原タイムを取った。え、ここで右バッターボックス、じゃあバッター変わるんですか。代打の代打ですか。この構えは皆さん、さっき登場したお子さんでも容赦なくセンター前に打ったあの方、福田選手に代打の代打、それがホームランの時だけ。さあバットを拾うところから、細かな職人芸が、そしてセットもってな感じのこのいつもの福ちゃん福田選手。おお、調査するんですか。チーそしてスリーアウトになりました。スーパーダイソー荒木選手はホームに帰れず、しかし昭和チームスーパータイブレイクで4点を先制しました。さあ小林さん、はい、ちょっと4点